高齢者の医療の確保に関する法律。高齢者の医療の確保に関する法律。高齢者の医療の確保に関する法律。昭和57年8月17日法律第80号は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成、及び保健者による健康審査等の実施に関する措置を講ずるとともに、 高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者にかかる保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保険の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的した法律である。かつては、老人保険法として制定されていたが、 健康保険法等の一部を改正する法律、平成18年6月21日法律第83号第7条の規定により、代名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年4月1日に現在の代名に改正、施行され、後期高齢者医療制度が発足した。かつて日本の高齢者医療は、1973年施行の、 老人福祉法に基づいており、この制度では七十歳以上の老人医療費は、全額公費負担医療、国、都道府県、市町村イコール四四一となり、患者自己負担はゼロであった。世界の選挙では、公負対公福祉を左派政党が、低負担低福祉を右派が主張して競っていたが、日本の場合は右派である、自民党が福祉では、中負担中福祉として、 社民主義に近い路線を採用していい。しかし、1967年に、共産党、社会党など左派団体はさらに財政無視の医療費、無料対象の拡大などの低負担幸福誌の主張で、見延部良吉を都知事に当選させ、1969年12月21日から、高齢者の医療費無償を行うなどして、得票都市児をポピュリズム政策で増やしていた。 東京都に続いて、他のいくつか地方自治体も、左派候補が当選して、老人医療費の無料が導入された。都内では、老人医療費無料化で病院が高齢者のサロン化し、病院が溢れるようになった。高齢者の医療無料化を行った、地方自治体の財政を圧迫していたため、国の負担への要求もあったが実施した、自治体の責任だとして、当初は相手にしなかった。 自民党や観光は、無償医療は後に、必ず財政赤字を招くと反対していたが、地方選挙で敗北が続くという世論に押される形で1973年1月1日から、厚生省などに、高齢者医療費無償化など社会保守出増加には、国民負担の増加によって賄われないと、継続不可だと反対されていたが、田中閣営政権の主導で70歳以上の、 老人医療費の無料化が実施された。当時は、高齢者は、現役世代より、圧倒的に少なく高度経済成長の、ただ中だったが、1973年10月の第一次、石油危機で高度経済成長が終わった翌1974年には、戦後初のマイナス成長と、増税なしの高良の社会保障支出で大幅な、歳入不足の財政赤字になって、 戦後初の赤字国債を発行した。1973年7月から、ミノベト知事は、国の無償制度の対象外だった都内の65歳、以上70歳未満の医療費も無料化する、丸福制度や、高齢者の都営交通無料化というばらまき政策や、多額の税収をんでいた公営ギャンブルに廃止を行ったため、東京都の財政は膨大な赤字を抱えるようになっていた。 1972年度に3兆3、900億円だった歳出のうちの医療費が高齢者の無償化制度が始まった翌1973年度は5兆3、700億円に激増した。1974年の初の赤字財政当時、大倉大臣で1978年に総理大臣になった大平正義は戦後のシャープ勧告以来直接税中心だった。 日本の税体系を積雪税主体に変更するために1960年代にヨーロで導入されていた付加価値税などを参考に一般的消費税導入で中負担にして財政赤字解消のために一般消費税導入を掲げて翌年の第35回衆議院議員総選挙を戦ったが左派政党が大きな政府の政策である消費税導入に反対するという世界で 類がない事態の発生と現在の福祉の維持のための財政赤字解消の必要性を有権者とマスコミに理解されずに批判的されたことで敗北した。1982年旧法にあたる老人保健法が老人医療費による財政圧迫を打開するために制定された。これにより1983年からは老人医療を公費負担医療から 社会保険制度に転換すること、また老人になった時病人にならないように、保険事業も含まれる内容となっていた。老人医療の実施の主体者は市町村である。対象者は70歳以上の高齢者と65歳以上の障害者。当初は全ての老人医療を担っていたが、介護保険法の登場により、その適用は、 老人の急性気量や高度な医療が必要とされる慢性気量に限られるようになった。財政は患者負担額を除いた額について30%が公費負担、国20%、都道府県5%、市町村5%、70%が保険者、憲法組合など負担であった。患者負担金は保険医療機関あたり以下と定められた。 原則として40歳以上を対象としている。将来、要介護者や生活習慣病にならないように排除されている。具体的な内容を以下に示す。老人保健法による健康審査には、刺繍疾患検診、骨粗しょう症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。肝検診は現在は一般財源化している。 法改正により2008年4月1日から75歳以上の老人医療は本法が定める後期高齢者医療制度へ保険事業は健康増進法へ移行。さらに新たに40歳以上のものを対象としたメタボリック症候群に対応するため健康保険を運営する健康保険組合や全国健康保険協会、協会憲法、 国民健康保険を運営する市町村、市町村国保や国民健康保険組合等の各保険者が特定健診、特定保険指導を実施する制度に移行した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。